皆さんこんばんは。今日は11月30日月曜日夜7時しゃべくりマッチョの時間が来ました。今日のパーソナリティを務めさせていただく栗林と申します。不慣れなものですが15分ほど一緒にお付き合いよろしくお願いいたします。今日11月明日から12月ということですが、ますます寒さも激しくなり、忘年会等で健康を害することもありますので、皆さん健康に十分留意されて楽しい年末年始を送っていただきたいと思います。ということで、今年は健康増進のために役立つスポーツということでノーディックウォーキングを選びました。横にいらっしゃるゲストですが、今日は出身なんですが、今は佐久に住んでられる宮本健さんをお呼びしました。この表にありますように、高校の、体育教師を40年間務められ、その後、ノーディックウォーキングの方に尽力されている方です。ちょっと簡単にこちらの方で説明しますと、現在は日本ノーディックウォーキング協会上級インストラクター、ノーディック長野常務理事をはじめ日本 FID バスケットボール 連盟会長としてご尽力されています。まあ、私自身も宮本さんの講習会を受けまして、ノーディックウォーキング講習会を受けまして、今はノーディックウォーキングの一応こちらにありますようにオフィシャルインストラクターということで、まあ、日々ノーディックウォーキングを楽しませていただいております。どうも宮本さん、今日は遠方よりありがとうございました。こんばんは、宮本です。はい、はい、よろしくお願いします。今ちょっと軽くご紹介したんですが、まあ、宮本さんのと師匠とのこう関わりとか、宮本さんがどのようにしてノーディックウォーキングに出会ったとか、はい、ノーディックウォーキングの言葉の意味とか、その歴史をかいつまんでお話していきたいと思うんですが、はい、よろしくお願いいたします。改めてこんばんは、宮本でございます。最近バスロの街の中でもポールを持って歩いている方をお見かけするかと思いますけれども、このノーディックウォーキングという、まあ、ニュースポーツと言われていますが、ニュースポーツというのも、もうこれ1998年ですか、長野東京オリンピック、この時にその候補選手となっておりましたフィンランドの、まあ、方が、これ日本の北海道へ伝えたというのが一番最初だと思います。その時に、その教育委員会の藤田さんという方が非常に熱心にこれを日本にしっかり根付けておこうというようなことで、その当地で講習会、それから指導者の資格を取るというようなことを行いまして、日本に伝わって広まったということなんですが、長野県にもちょうどノルディックの中の私の仲間の加藤茂雄さんという方がおいでになりまして、その方が第2回の指導者講習会で取って長野県の方で指導したということが一番の大きな広がりの原因だからなんかと思います。あ、そういうことですね。はい、ところでノルディックウォーキング、ノルディックってどんな意味があるんでしょうかね。はい、これノルディックウォーキングっていうことなんですけれども、これはクロスカントリースキー、これ夏場のトレーニングの、これは外国に限らず日本の選手も昔からずっとやっていたことなんでございまして、つまり日本のポールを持って、はいはい、しっかり歩くというのがノルディックウォーキングの基本となっております。はい、分かりました。はい、じゃあ次にですね、実際にそのノルディックウォーキングをまあするにあたって、はい、まあ、当然ポールとか靴とかいろいろ必要なわけですけど、はい、今回実物を持ってきていただきましたので、はい、ちょっと実物を見せていただきながら、はい、用具の説明解説をお願いできますでしょうかね。その前に先ほど真っ白と私の関わりを、はい、ということがございましたので、ちょっとお話しさせていただきますが、小学校も中学校も私、真っ白でございまして、小山町に生まれましたもんですから、もう子供の時の遊びも、小学校のグラウンドだとか、あるいは道山神社とか神田川とか、
マスル町とか、はい、いろいろそんなところで、過ごしました。あ、そうですか、ね、じゃあぜひ今日は松浦町に戻っていただいたので、十分松浦町を、まあ、楽しんでください。仲間もたくさんおりますので、松浦、ね、とは強い、はい、つながりがあると思っております。ありました、はい、じゃあ皆さんに今日はノディコーキングを、はい、説明していただいて、はい、それでは最初に、はいね、はい、ポールについてちょっと説明したいと思います。はい、ちょっとこちらのポールを見せていただいて、普通のここに今、ね、並べてありますポールでございますけれども、まあ、クロスカントリースキーのポール、これをうんと短くしたのがこのポールでございます。このポール一本物をちょうどおへその高さでグリップがちょうど来るように、その身長に合わせてで切られたものがこの一本物でございます。もうちょっとメールに、はい、それからですね、身長が高くても低くても対応できるようにということで、この下を伸縮にさせてまして伸び縮みができるように作られたものが2段の伸縮のポールでございます。まあ、いろいろあるんですね。で、はい、材質はアルミとそれからカーボンと、はい、カーボンの場合は軽いということが特徴でございます。それからもう一つの旅行や非常に持ち運びが簡単にできるというようなことで、折りたたみができるように作られたものもございます。こういう折りたたみができるというポールは非常に最近多くの方が使われておりまして、外国旅行だとそういうこと非常に便利だということになっております。はい、あと珍しい靴もあるとかっていうことで、今日はノディコにも使える靴、はい、BMT 靴っていう名前だそうですが、 MPT という靴なんですけれども、はい、この靴はですね、ノディックウォーキングのやる場合に使う靴ではございません。普通のウォーキングに使う靴なんですけれども、ちょうどノディックウォーキングをやる、ポールをして歩くときには、この靴の歩き方と同じような歩き方ができるというところに、この靴の特徴があります。かかとから着地してローリングして指の腹で蹴るというようなこと、こういうことができるのがこの靴の特徴でございますので、もうどうしてもポールを持ってやることが嫌だという方は、このこういうような靴、ちょうどあの船型の靴ですが、これこういう靴を使って歩くといいんじゃないかなと思いますね。でもさ、それなんで MBT ってそういう略語で呼ばれてるんですかね。これはあの、はい、最も世界で美しいやり方をしているというのが、アフリカのマサイ族という、あ、マサイ族の M、マサイ族の、はい、マサイ族の M を取って M、はい、で、そうなんですね、ベアフットテクノロジーというそのを取って MBT と、マサイ族の裸足で歩く、そのテクニックということなんですね。というような、はい、分かりました、はい、じゃあちょっと時間もあれになってきましたので、できればちょっとここで、あのポールのもう一つなんか、はい、ポールを持ってまいりましたけど、ちょっとそれノーディックウォーキングのポールとちょっと違いますね。どこがどんな違いですか。これ横からこういうふうに手を入れて、こうやってポールを前について歩くところについては、ほとんどノーディックウォーキングと変わりませんけれども、何が違いますかというと、要するにこのポールを開発したのが、真っ白町の整形外科のお医者さんの安藤先生が開発しました。ああ、そういうことなんですね。近くの先生が開発されたんですね。日本ポールウォーキング協会の会長も務めております。ああ、そうなんですか。はい、特に下肢の障害者、足の障害者とか、はい、それから足が不自由な人、それから歩行があまり、上手に歩けない方、はい、こういう方たちを手立てするために生まれたのがこのポールウォーキングで、そうですね。今はじゃあそういう各人の体力とか、はい、あの体格によっていろいろと選べることですね。はい、そうですね。そうしましたら、ちょっとじゃあそこに実際立っていただいたので、はい、そこでちょっと実際のノーディックウォーキングの歩き方ちょっとご説明していただいてよろしいでしょうかね。はい、まあこちらにも一応ちょっとこれはこの用意してありますけども、国産のノディックウォーキング業のポールを開発したのは、ちょうど私もそれに関わったものですからいうんですけれども、このポールの特徴というのは、
親指がちょうど出れる距離だったります。そしてこの親指が出るということは、これを離した時にこう手から近いその特徴が出まして、そして同時にこのゴムのこのチップ、これがこのコンクリートやながらに非常に優しいという、こういう特徴がございます。そしてこのポールをしっかり斜め後ろにしっかり押して全身使って歩くっていうのがノルディックウォーキングの特徴なんですよね。はい、横から見ていただきますと、しっかりよく押し上げます。これが一つのあれですね。はい、わかりました。じゃあちょっとこちらに図もありますので、図を見ながらちょっと簡単にご説明してよろしいでしょうかね。はい、はい、じゃあちょっとこちらで、はい、ちょっと説明いたしますと、非常に綺麗な姿勢のこのお嬢さんですね。つまりバストアップから始まって井上のシェイプ、特に振り袖と言われている筋肉、これを締めていただきます。ヒップアップもつながりますし、むくみの防止、肩こりの防止、特に肩こりの防止、これは肩甲骨を動かすことによって、いわゆるその脇の下の血管、ここから血液が、脳の方にスムースに流れてくれると、こういういい場所にですね。それから脚部や腹部、ここのシェイプアップにつながっております。はい、分かりました。まさにあれですね、健康ガールの、はい、まあ、求めるべき運動カテゴリーというわけになるわけですね。はい、はい、じゃあ宮本さん、ちょっと時間も少し差し迫ってきましたので、ですね、ノルディックウォーキングの、まあ、ちょっとじゃあ効果、ちょっとこの辺りで、ね、効果をちょっと説明します。はい、特にあの転倒防止を非常に進めるという意味にはいいことでありますし、あの特に障害者の方々はいいんじゃないかなと思います。また同時に、安全歩行、それから姿勢の矯正ですね。猫背の人なんていうのはこのポールを持つことによって自然に立ちます。それから全身運動、先ほどあったみましたように全身、四輪駆動車と同じ効果があります。また同時にその循環機能も高めてくれますもので、あと仲間づくりをしながらこれを進めるということがいいんじゃないかなというふうに思っております。そうですね、はい、じゃあちょっと残った時間のところで宮本さんのこれまでのご活躍の場面を 2,3 ちょっとご提示したいと思うんですが、まずこの写真は、これはね、今年2月に台湾の日越丹というところで撮った写真でございますけれども、見ていただくように非常にストライドを伸ばして、足をしっかり伸ばして腕を振っている、歩いているというのが分かると思います。はい、じゃあこれがこれちょっとマッシュル、これね、マッシュルの史跡巡りですけれども、平成22年です、ね。はい、これ22年にちょうど佐久平ノルディックウォーキング協会が64度でマッシュル町の歩いた、ああそうなんですか、もうすでにマッシュル町で、はい、ノルディックウォーキングのメッカにもなれてたんでしょうかね。そうしますとですね、このマッシュル町を今後その観光都市だけでなく健康観光マッシュル、健康を、まあ、燃え立てられる観光としますよとしてやっていくには、どんな戦略が考えられますでしょうかね。こちらで作られております真っ白物語というウォーキングをコラボしたものがございますけれども、これ非常に史跡巡りだとか、あるいは人物、あるいはあの寺巡りとか、いろんなことができるかと思います。来年は真田丸もございますね。そんなようなことで観光客もだいぶ来ますので、ウォーキングステーション、ポールステーションなどを作り、またセラピーロードも作られてやっていただければ。ああそうですね、そういえば長野県にはたくさんのセラピーロードがあるっていうのを聞いて、ちょっとこういう、はい、長野県のセラピーロードの、はい、代表的なものを挙げたんですが、20近くありますよね。はい、どれがぜひね、この、はい、この中の一つでもいいですから行ってみていただくわ、はい、これ全部私歩いたところでございますけれども、はい、非常に素晴らしいところでございますので、はい、ぜひこれを参考にして、はい、それでもノルディックウォーキングが盛んになるように願っておりますね。わかりました。
どうも、時間も来たので、ちょっとこの辺りで切らせていただきますけど、今日はどうも遠方より来ていただきまして、宮本さん、ありがとうございました。どうもいたしまして。もだいぶ理解できたんじゃないかと思っております。どうもありがとうございました。とんでもない。ありがとうございました。はい。三田さん、はい、年取ってもあれでいけるじゃん、少しそう、ね、いいじゃん。三田さん使える、あと30年後使えるわ30年、ね、そう、30年後に使ったらね、もうちゃ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 歩けるわ。いや、まだ100歳になっちゃうよ。あ、そう、うん、そんなに、まあ、そこまでいかないか。いかねえや、うん、あと30年で60ぐらいじゃねえか。あ、そうか、うん、ちょっと酔ってるね酔ってねえよ、はい、ですね、今週の日曜日12月6日ね、これね、自転車でね、真田丸の遺跡を巡るっていうのをちょっとやるんですよ。うん、ちょっと予約が必要だけどね、9時半からね、ちょっと12時半ぐらいまで、東寺のところをね、ぐるっと回ったり、また町内を回ったりっていう形でね、やるですね。真田宝物館、あ、宝物館25でね、自転車をちょっとかお借りしてね、で回ろうかなっていう形ですね。健康にいいじゃん。うん、いいですよ。うん、で、はい、それどうしてやろうかっていうのはね、これね、夢空間でこういうそのね、寺尾っていうのをね、発刊したの、はい、うん、これ記念してね、うん、東寺尾のね、大宝寺ってね、真田に関係してるお寺、そこをね、見てね、町の中も入ってこようかなっていう形なんだ、うん、なるほどですね、うん、そういう形でね、やります。はい、で、来週の予告は、はい、来週はね、はい、ちょっと面白いんだ。おー、うん、これ、真っ白の特産って何でしょう。長芋って書いてある。あ、当たり、うん、これね、長芋はね、これは、まあ、ひょうきんチームなんて、ひょうきんなこと言ってるんだけどさ、女性4人でね、ひょうきんなことやってる。ここでね、その評価をするみたいなね、食べて長芋を食べて、いろんな食べ方がある。評価するんだろう、俺も入ってな、うん、あ、そう、お酒の方がいいからもしれないけどね。酒継ぎでお願いします、うん、そうそう、で、そういうのをね、来て来週はやるんだって。はい、うん、はい、そういうなことでね、パーソナリティ西澤さん。おお、西澤さんね、うん、久しぶりだ。そういうこと、ね、うん、はい、そういうことでね、はい、長芋についてね、ちょっとわかりました、はい、やりたいなって。楽しそうですね、うん、ひょうきんチームだって、ね、ひょうきんチームだ、楽しそうでいいね、うん、そういう形でね、来週はやります、はい、どんな話題が出てくるかね、はい、うん、それお楽しみにしていただければいいかなと思いますね。はい、うん、あ、大宝寺って芝か、はい、はい、はい、間違った情報はいけませんね、うん、はい、はい、まあしばし待って、はい、はい、そういうことです、はい、じゃあ来週はそんなことで、はい、それでは来週のしゃべくりますよ、どうぞお楽しみに。